はい、どうも、佐久間優吾です。本日も人生に役立つ知識を共にインプットしていきましょう。はい、ということで本日のお題は成功談も失敗談も貴重な情報源、こちらのお題を今から読んでいくぜ。体験談に接すると参考になります。過去に体験した人の話は具体的で面白く貴重な情報になるでしょう。参考にすれば自分の行動方針にも役立ち、失敗を防ぎ成功しやすくなります。さて、ここでよくあるパターンがあります。一方の体験談に隔てるパターンです。成功したいから成功談と思い、成功談ばかり求めている人もいるでしょう。失敗談の方が学べることが多いと思い、失敗談ばかり求めている人もいるでしょう。確かにそれぞれから貴重な教訓が学べます。成功談から有効策やコツが学べます。失敗談は注意点や改善点が学べます。しかし一方に偏っている状況はよくありません。成功談と失敗談では学べる範囲が違うからです。成功談はあくまで成功した時のパターンですが、失敗談はあくまで失敗した時のパターンです。被る部分もありますが、被らない部分もあります。むしろ被らない部分の方が多いでしょう。一方の体験談ばかり参考にしていると、もう一方の体験談しか学べないことが学べなくなります。情報源が偏っていると、ある時落とし穴に落ち、かえって成功を遠ざけてしまうことになるのです。体験談に無駄はありません。吸収する器はできるだけ大きくしたい。体験談は成功も失敗も関係なく幅広く吸収するのが得策です。成功談も失敗談も貴重な情報源です。今日の格言、体験談は成功も失敗も関係なく幅広く吸収する。確かにね、偏ってちゃダメなんですよね。どっちもバランスよく両方調べてどっちがいいかなって選んだりね。はい、ということで幅広く情報を得て、どれが自分に合ってるか、それを考えて決めて、自分の知識を血肉にしていきたいと思います。今日も勉強になりました。ご覧いただきましてありがとうございます。ぜひチャンネル登録とよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺でドロン。